中山競馬第3競走2歳未勝利戦ダートコース 1200m 11頭によって行われます。ダートコースは不良の発表です。しかし気温が高く風も吹いていまして表面が徐々に白っぽくなってきています。上空は雲に覆われて今日差しがありません。向こう上面の左手の枠入り10頭収まって最後にフィーバーヒュー全馬収まりました。スタートしました。好スタートを見せました7番エリカ・キルシェ出ていきます。まず芝の上です。9番の100万ボルト2番手ダートコースに入りました。あとは固まって6番のアンプレッセシチー3番手から2番手をかかって外8番ガンバリーレ内には3番のデイズオブドリームの体勢です。その後は1馬身差中段に10番アポロシュシュが追走してバトル投手を間には4番コスモスプモーニ3コーナーへ向かいます。さらには上がっていきました11番フィーバーヒュー第3コーナーへ向かいます。その後は2馬身差後ろから3投目5番バトル投手になりまして1番のケレンシア最後方2番のショートストップで前は3、4コーナー中間です。逃げている7番のエリカ・キルシェ4コーナーへ向かいます。リードが半馬身楽な手応え。あとは9番100万ボルト残り400メートルを通過内を進んでいる3番のデイズ・オブ・ドリーム差を詰めて4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。7番エリカ・キルシェエリカ・キルシェそして並んでくる9番の100万ボルト残り200メートルを通過します。そして内から3番デイズ・オブ・ドリーム今3番手そして4番手は6番のアンプレッセシーの体勢ですがエリカ・キルシェエリカ・キルシェ100万ボルトを追った追ったしかしエリカ・キルシェ五輪エリカ・キルシェ抜かせません逃げ切りました。1分13秒09番の100万ボルトもじわじわ差を詰めていきましたが2番手まであとは3番のデイズ・オブ・ドリーム3番手6番のアンプレッセシチーが4番手勝ちタイム1分13秒0上がり4ハロン49秒0 3ハロン37秒2です。中山競馬第3競走7番エリカ・キルシェ好ダッシュを見せて先手を取って逃げ切り勝ち断然の人気に応えました戸崎圭太騎手2番手9番100万ボルト最後は首ほど首3まで差を詰めましたが2番手その後は3番のデイズ・オブ・ドリーム7番9番そして3着3番デイズ・オブ・ドリーム4着6番アンプレッセシチー5着10番アポロシュシュ着順が発表されています。確定までお待ちください。中山3レースが終わりました。2歳の未勝利戦勝ちましたのは7番のエリカ・キルシェでした。断然の人気に応えてスタートダッシュも決めてね、今日は押し切りました。100万ボルト懸命に追ったんですけれどもなかなか交差が詰まらずというところで最後半馬身ほど遅れての2着3着が3番デイズオブドリームルメール騎手はうちでこれずっと足溜めてましたけどもね、最後は3着となりました。7番9番3番は人気順通り1番人気2番人気3番人気です。単勝7番 1.7 倍、枠連67 3.0 倍、馬連7番9番 3.5 倍、馬単7番9番 5.4 倍、3連複3番7番9番 4.8 倍、3連単7番9番3番 15.1 倍です。確定までお待ちください。この時間また日差しが出てきたかなというね、中山競馬場です。